皆様こんばんは。今週も一週間お疲れ様でした。さあ始まりました、食堂組合って何。この番組では大牟田食堂組合の皆様をお迎えして、お店の魅力や一押しの品を語っていただく大牟田の若者情報盛りだくさんの番組です。ご案内は私山田あゆみがお送りいたします。最後までよろしくお願いいたします。それでは本日スタジオにお越しいただきましたのは、大福商事株式会社エストラ担当課長の大坪徹さんです。大坪さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、大坪さんの、まあ先ほどお話し打ち合わせさせていただいた中で、今7年目ぐらいお勤めされて、いろいろ仕事と経歴あられてからの今大福の方で頑張ってらっしゃるんですけども、大福さんに入られたきっかけっていうのを教えてください。はい、学生時代に、飲食店で働いた経験があって、その時楽しかったなっていう思い出があります。で、直接お客様と接して仕事をするってことが僕は好きなんだなと思って、そういったことで飲食店、やりたいなと思って、大福さんといえばですね、経営に包まれておりますが、お色直し中ですよね。そうなんですよ。そうやってこう、老舗のお店が新しく変わる中で、第一線の中で多分もう中心人物としてバリバリ頑張ってらっしゃると思うんですけど、そういう中でやっぱりこうこれからなんかありますか、こういう風になったらいいなとか、お店になったらいいなとか。そうですね、もっとですね、あそこの場所からなんか明るい情報だったりとか、活気がある雰囲気を出していければなって。大牟田駅からも近いですし、いろんな方にですね、大牟田の方はもちろん、観光で来られたり、お仕事で来られた方もですね、皆さんが、立ち寄っていただけるような、そうですね、目印なお店になる、今じゃあ、お色直し中なんですね。そうですね。楽しみです。じゃあ、そういう、どうなるかはまだ大坪さんも分からないというか。そうですね、はい、まだ。じゃあ、見ても楽しみですね。そうです、はい。この大福さんの創業92年ということで、お聞きしてます。最初はリヤカーで大福餅を、大福だと思うんですけども、大正15年から販売されてあって、この和菓子、洋菓子、パンの販売というのが1階の方であって、そうですね、ビルの3階からがレストラン、ということになっていて、こちらの方が昭和20年代に、木造の建物の喫茶室、多分この当時って大牟田が、観光とかで元気に上がったところかなかなと思うんですが、からあって、東京からシェフの方だとヘッドハンティングして連れて、実家にも来られて、そしてまた さらにその当時の方々にがお勤めでいらっしゃると、時々ですね。味が受け継がれているんですよね。そうですね。歴史のある、味が多分たくさんあると思うんですが、私、Facebook よく投稿するんですけど、この中で、ビーフシチューをですね、一回食べに行ったんですよ。その時にビーフシチューをパッチリと写真撮って、Facebook 載せて、大牟田の魅力を発信ってあるんですけど、そしたらめちゃめちゃいいねが多くて、懐かしいの、もうコメントも結構いつもないぐらいのコメントをもらって、なんか嬉しかったんですけど、このビーフシチューはやっぱり人気ですか？そうですね、おかげさまでも人気メニュー。自分も看板メニューですね。看板メニューですね。じゃあ、大坪さんもお好きですか？はい、私も。食べます。このなんか秘密ってあるんですか、美味しい秘密っていうか。そうですね、このビーフシチューのお肉をですね、煮込むんですけども、煮込むお出汁みたいなのがですね、ありまして、それが数種類のお野菜と、そのお肉を煮込む、その旨味がぎゅっと詰まったお出汁みたいなのが、本っていうんですけども、それで4、5時間、お肉を煮込みますので、お肉も柔らかくなっていますし、それとデミグラスソースを作るときにそのポンと合わせて作るんですね。デミグラスソースが何より一番好きなんで、先ほどお伺いしたように、大牟田名物の洋風カツ丼、こちらの方にも、大福さんの洋風カツ丼には、ちょっととろみのあんみたいな感じだったりする。
こちら大福さんの方はデミグラスソースをということで。そうなんです、そうなんです。はい。これ美味しそうじゃないですか。結構ね、人気でこれも。はい。はい、よく出てます。はい。うん、なかなか今、本格的な洋食を食べれるお店ってないんですよね。うんうんうん、その中で、我がふるさとの豚で、はい、ちょっと美味しそうな、この洋風カツ丼ぜひ、はい、食べてみたいんですけど、いや、正直ですね、ビーフシチューの、はい、と、うん、デミグラスソースは同じものと思ったんですよ。違うんですね。少し、はい、違うんですね、やっぱ。はい、あ、勉強になりました、はい。ありがとうございます。それでは、後半ではですね、はい、おすすめのメニューとか、はいはい、あとまた、PR なども含めてですね、はい、お話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。大町食堂組合がお届けしております、食堂組合って何？本日は、大福商事株式会社のレストラン担当課長の大坪徹さんにお越しいただいています。大坪さん、引き続きお願いします。はい、お願いいたします。本日ですね、うん、メニューをお持ちいただいているんですが、はいはいはい、じゃあこれ、新しいメニューですか？なんかすごい綺麗で美味しそうで、もう、はい、お腹空いてきたんですけど。そうですね、9月から、はい、メニューの見直し等が、ね、新しく作り直したメニューそうなんです。写真も色鮮やかでですね、うん、もうあれなんですけども、ちょっと気になるメニューをちょっとピックアップさせていただきたいと思っております。はい、あ、こちら先ほど お伝えしました洋風カツ丼、はい、クッキングパパ42巻載ってるんですね。そうなんですよ。おなるほど。もうぜひことして自慢の自家製デミグラスソースがたっぷりかかっています。あと大カツの衣のパン粉は家宝大福の突破を使用しています。はい、こちらオリジナルが詰まっております。そうなんです、ね。はい。これ単品900円。900円。1280円ということで。はい。お得ですね。はい。いや、もう、がっつり楽しめます。もう美味しそうで。そしてですね、なんかビーフシチューもありますし、はい、ちょっと気になりましたのが、うん、シェフの気まぐれご飯セット。はい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 。シェフは気まぐれなんですか？そうなんですよ。シェフの気まぐれで、定期的に、はい、買えるんですけども、はい、はい、あと自社で燻製したベーコンが入ったケチャップライス。そうです、今出しているのがそちらですね。大福さんですもん、もうあのベーコン燻製がしてあるんですか？はい、うわー、ね、はい、これもその、うん、ご気まぐれなんで、はい、まあ今お写真なのは、オムライスなんですが、他にも、はい、なんかあるんですか、はいはい、例えばそこは定期的にシェフが考えるので、あ、ここ気まぐれですね。私も気まぐれだと思ってます。これからの日ですとちょっと寒くなってくるので、はい、まあ、ドリアだとか、はい、まあ、ご飯を使った、はい、お料理を提供させていただこうと思います。そうですね、はい、グラタンドリアも美味しいですよね、はい、時々私も、まあ、会合とかで大福さんお邪魔すると、はい、ビュッフェスタイルとかですと、やっぱどうしてもグラタンにバンってなっちゃうホワイトソースがいいね、はいはい、美味しいですね。やっぱ、うん、こうやって思うと結構なんか昔からお世話になってますよね、うん、やっぱさすが歴史ある大福さんなんですけど、ホワイトソース、あ、これは違うかな、シェフの一押し魚料理。魚料理ですね、はい、今魚のソテーのバンブランソース、はい、クリーミーな生クリームとかを使って作るソースで、ね、はい、で、玉ねぎと、玉ねぎと他のだし汁や白ワイン、生クリーム作ったクリーミーなソースということで、うん、寒い時期になるとですね、はい、クリームソースとか食べたくなるんで、はい、もう週1回ぐらい行こうかなと。ぜひぜひ来てください。お願いします。お世話になります。ありがとうございます。お待ちしてます。それではですね、最後に大坪さんの方から、はい、これからですね、まあ、忘年会、新年会だったり、うん、同窓会とかいろんな会で皆様、はい、まあ、出られると思うんですけども、はい、大福さん、はい、大きい会場もありますので、はい、ということもこう含めての PR の方をお願いしてもいいですか？はい、いつもご利用いただいてありがとうございます。これからの、シーズンですね、忘新年会シーズン、100名様まで入れる大きなホールとかもございますので、ぜひご来店いただきたいと思います。あと、はい、Facebook ページもございますので、はい、まあ、そちらに随時情報をアップしていますので、そちらも注目していただければ。こちらの方は大福さんでですか？
検索したら、レストラン大福で検索していただければ、はい、はい、はい、ぜひ皆様ご覧いただきたいと思いますので、おすすめメニューとかがアップされてあるそうですね、はい、ぜひ皆さん見て楽しんでいただいて、そして大福さんの日本にも足を運んでいただきたいと思っております。はい、ら定休日が水曜日、そうですね、基本的に水曜日、はいはい、で営業時間は10時から20時までということで、はい、されてらっしゃいますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、本日は大福商事株式会社レストラン担当課長の大坪徹さんにお越しいただきました。大坪さん、ありがとうございました。ありがとうございます。そろそろお別れの時間が近づいてきました。本日ご紹介させていただいた大福さんの紹介はまた大本食堂組合の Facebook の方でも、アップいたしますので、どうぞご覧いただきたいと思います。レストラン大福さんの方でも、情報がいっぱいあるということなので、よろしくお願いいたします。こちらですね、番組の方は、ご出演いただく、大本食堂組合さんに、もし加盟してあって、出たいという方がいらっしゃったら、ぜひこちらのですね、方にご連絡いただけたらなと思っております。大本食堂組合の方までぜひご連絡をよろしくお願いいたします。それでは大本食堂組合がお送りしました、食堂組合ってなり、また来週花金の5時15分にお会いしましょう。それでは皆様、美味しい楽しい週末をお過ごしください。今週もありがとうございました。